まあ、そもそもずれてるなっていうふうに思いました。自分という商品の魅力をプレゼンテーションして相手に買ってもらうって作業が収集活動。ちゃんとまた出直してまたボコボコにさんに戻ってもらおうと思います。どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーバラマチです。旬ダイアリーメンバーの池田智也です。今回は ES 添削ということで、学生時代に頑張ったこと、通称学知化の添削をする企画となっております。今回お越しいただいた面接官の南さんです。どうもです。元気してる？イエイエイ。ありがとうございます。今回 ES の添削を受けてくれる就活生がこちらです。明治大学商学部3年の田中智弘と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。ちなみに田中君、今就活の状況はどんな感じですか？今サマーインターンに6月ぐらいから申し込み始めて40社ほど申し込んで、あまりうまくいかず6社ぐらいにワンデー中心で通っているというような状況です。気になる業界とか第一志望とかってありますか？中心に受けてるのはやっぱ IT 企業が多くて、そこに付随して広告系、人材系、あとコンサルティングとかも見ています。ちなみに IT が気になる部分って何かありますか？自分で主体的に行動できる、主体的に動けるところっていうところと、自分がウェブメディアをやっていたので、うん、IT 系は説明しやすいといいますか、親和性があるかなと思って志望しています。なるほど。で、今回は田中くんの ES はウェブメディアに関するところなので、それについて南先生に添削していただこうと思います。よろしくお願いします。じゃあまず最初に学知化を1分ぐらいで言っていただこうと思います。お願いします。はい、はい、私が学生時代に頑張ってきたことは、明治大学の学生向けウェブメディアを自ら立ち上げて運営してきたことです。で、これは自分が大学に入学した当初、大学の情報が少ないなということを感じて、履修の情報であったりサークルの情報であったり、学生生活、明大生としてどうやって過ごしていけばいいのかっていうことでものすごく困ったの。ここが原体験としてあって、それを教えてくれる存在が必要だなと思って始めました。手段については Twitter を主に活用して、これは学生が情報を集める手段がウェブサイトっていうところから SNS と仕込みの方へと流れが変わってるっていうところを抑えるために行いました。またメディアの規模とかメディアの施設とかっていうところを考えて、例えば新刊の時期であればサークルに就職するとか、夏休みであれば夏休みできるインターンを募集するとか、そういうふうに時期を合わせたりとか、あとはもう一番最初の方はとにかく認知を集めるために芸能やスポーツのニュースに乗っかるということを行ったりっていうように、常に状況に合わせて施策を変えていくということを行いました。で、その結果1年半活動を行ったんですけど、 Twitter のフォロワーが0から6400人まで増加させることができました。以上です。じゃあまず今の学知化に対して丸か×か札をお願いいたします。はい、×です。まずそもそもの話から入るんですけど、学知化と自己 PR の違いがよくわからないっていう方多いと思うんですね。違いって何ですか？結論から言うと過去、現在、未来です。学生時代頑張っておくっていうのは過去の自分、自己 PR っていうのは今現在の自分が持ってる強みで、志望動機っていうのは将来の自分がこういうこれこういうことをしたいんですよっていうビジョンの話、はい、過去、現在、未来が一貫してあることっていうのはすごく大事。一貫してで自分という商品の魅力をプレゼンテーションして、で相手に買ってもらうって作業が就職活動なんですね、はい、なので一貫していることはすごく大事なことです。はい、じゃあフィードバックなんですけども、はい、まあ、そもそもずれてるなっていうふうに思いました、はい、何がずれてるかっていうと、そもそもメディアを立ち上げた理由と最終的な成果の部分がずれが生じてるんですね、はい、なんなら最初は要は自分自身が不便だなと思ったから立ち上げたわけですよね。あ、はい、そうです。で、そういうふうな困ってる学生を助けたい、少しでも幸福な大学生活を送れるような人を増やしたいと思ってやってるわけじゃないですか。そうですね、はい、っていうその幸福な人を増やすっていうことが最初の目的なのに、最後がツイッターのフォロワー数とインプレッション数だけで終わっちゃったんですよ、はい。学生がどういう行動をしたのか、学生が本当に幸福な大学生活を送れてるかどうかっていう本質的な目線がなくなっちゃってるんですよ。そうですね。っていうので視野が浅いと思った、はい、確かに動機と結果が一致してない。一致してない。そう、分かりました。さらにちょっと細かく見ていきたいんですけど、はい、例えば一番最初の文章が大事っていうのを南さんよくおっしゃってると思うんですけど、そうですね、はい、今回で言うとメディアの立ち上げと運営に取り組みましたっていう事実を最初に述べているじゃないですか、はい、事実ファーストは OK ですか？正解はないんですけれども、数字はなくてもいいから何を成し遂げたのかは結論ファーストで欲しいかな。あ、立ち上げて運営してこうなったっていうのは別に数字なくてもいいから最初は、はい、学内有数のメディアに成長したとかでもいいから、そう、はい、って一言があると、なるほど、学内有数のメディアにしたのねっていう話があった上で残りの文章とか情報が聞けるから、はい、それがあるとないかでは全然違うのよ。まず準備が、こっちの準備ができるので最初はマジで大事、はい、うん、で今回の今
今の ES のガクチカを見てもらうと、なんでそれを始めたのかっていうきっかけの部分が若干浅いようにも感じたんですけど、あ、なるほど。本当に田中さんがなんでこれを始めたのかっていう思いはこの文章からだけだと伝わりますか？伝わりません。やっぱ原体験ってめちゃくちゃ大事で、なぜこれをやったのかって、まあ、要はモチベーションの源泉なわけですよ。そのモチベーションの源泉っていうのが志望動機にもつながってくるんですね。自分がどういうことに価値を感じて、どういうことにモチベーションを感じるのかっていうので、もうめちゃくちゃチャンスなわけですよ。なおかつ自分がなんでこんなことをやったのかっていうのは原体験がないと嘘くさいんですよね、全部。なので原体験は言った方がいいし、相手の記憶に残すっていう意味で言うと、どれだけ自分がきつくて大変で辛かったかっていうのはちゃんと言った方がいい。あの自分の原体験で言うと、すごく遡ると10歳前後でいじめにあったってことがあって、半年ほど不登校になったんですけど、それ以降図書館によくこもるようになって、で小説とか新聞とかに慣れ親しむようになって、で面と向かって人と喋って承認されるっていう機会が怖くてできなくなっちゃう。なるほど。そこから何か文章とかで世の中に対して影響を与えるっていうところに憧れるようになって、で小説、新聞、でブログ、でツイッターっていう風に移行していったという感じになります。100点ですね、今。ありがとうございます。めちゃくちゃ分かりやすいし、はい、Twitter のフォロワー数、インプレッション数よりも、はい、この話の方が刺さる。強烈な原体験があった方が納得できる、こっちも。そこの、なんていうんだろう、歪んだ承認欲求というか、でも、難しいんですけど。正しい、はい、正しい。とても正しい。分かる。それをここにもっとぶち込むというか。まあ、長すぎるとちょっとあれだから、そうです、程よく。はい、分かりました。例えば、詰め込みすぎても、こっち、食べきれないんですよ。胃袋の量が決まってるんで、食べきれなくて、はい、まあ、もっと食べたいって思わせるように、ちょっとずつ出してるんですよ。小学校の時の強烈な原体験があったからだとか、はい、いう一言にしておけば、はい、じゃあこの強烈な原体験って何っていうふうに聞くじゃん、こちら。あ、はい、で質問すると圧倒的にこっちスッと入ってくるのね。自分のプレゼンしたいことは相手にあえて質問をさせるっていう落とし穴作戦。あ、じゃあちゃんと落とし穴にまでにしておいて書いておく。そうです。で短くで、はい、落とし穴、ちゃんと落とし穴として機能するかどうかはもういろんな人に見せて質問したくなるかどうかっていうのを試す。やっぱこっちはね、覚えらんないんですよね。もう1日30人見てると、もう分かんないになっちゃうので、はい、テクニックとしては質問をさせて記憶に残すっていうテクニックを使う。分かりました。他にガクチカで検索するべきところでございます、はい、読んでて思ったのは、一つの文章が長すぎる。やっぱ1日に本当何十件もこう見たりするわけですよね。いっぱい書かれても読めないのですよ。一つの文章が長いものって、まあ、おしゃれかもしれないけど負担なんですよね、こちら側の、うん、なんでやっぱ一つの文章を短くするっていうのを意識した方が良くて、今 ES を読んでて2箇所文字を数えたんですけども、影は点、私がっていう文字は全部で79文字あって、その次のまた初期のは認知拡大のための芸能やスポーツのっていう文章は162文字あるんですよ、一つの文章でね、はい、これは読み手にとってものすごく負担だし、うん、はい、正直読み飛ばしたら俺だったら、うん、なんで意識的に一つの文章は50字以内ぐらいにした方が良い、うん、読み手の立場がちょっと抜けてた。そうです、そうです、そうです、はい、僕だったらやらない。僕だったらその文章は50字以内にする。わかりました。小分けにします。小分けにしてください、はい、実際に書いてみた上でまた南さんにまたボコボコにされるかもしれないけど、それを繰り返してどんどん良くなっていくっていうことなので、前向きに。そうですね、はい、まあ、ちょっとラグビーやってる人は特別視しますんですごいラグビー部だけひいきしますもう一個いいですか、ガクチカの方。最初のタイトルからなんですけど、メディアって文字がね多いんですよ。タイトルにメディア、メディアメディアの立ち上げって書いてあって、はい、1行目にメディアって書いてあって、2行ってっていうので、メディアメディアメディアってなんかしつこいなという感じがしたので、はい、同じ文字の繰り返しはやめた方がいいと思う。さらにウェブサイトとかも結構似たような文字が増えちゃってるので、はい、それはちょっと気になったかな、はい、だから言い回しはちょっと気をつけた方がいいというか、はい、複数あるとちょっと鬱陶しく感じてしまうこともある、はい。まあ、一番はでもさ、学生の声をちゃんと聞いた方がよくて、どういうことに悩んでるのかっていうところと、はい、その悩みを解決してあげるように努力をするっていうが、それが一番大事だから、はい、そこを一生忘れないようにしてほしいかな。だって自分がサラリーマンと働く上でも、自分が起業したとしても、はい、やっぱり困ってる人を助けるっていうのが一番大事なことだから、はい、それがもう全て。確かにこのガクチカでちゃんと一人一人に向き合って、その声を拾って形にして発信するっていうところを主張できれば、あ、この人は会社で働いても関わるクライアントに対して向き合って、その人のために成果を出せるように動ける人なのかなっていうのが主張できるってことですか。その通りです。一瞬で終わります。ちゃんとそのメディアをやってるんじゃなくて、双方向にというか、メディアワークが手段で、その先にいるお客さんとか、その先にいるフォロワーの人、その人のことを考えるって感じ。わかりました。なるべくそういう現実もそうするし、書くようにします。はい、言ってください。ありがとうございます。南さんはやっぱりプロだからこそこれアドバイスできると思うんですけど、プロだから
バカ図を踏んでるんですよ。友達とかに見せるときとかってどういう風にお願いしたらいいとか分かんない人いると思うんですけど、人とかどうしたらいいとかってありますか？これ一生大事なスキルなんですけど、はい、困ったときに困ったっていうスキルってすごい大事なんですね。はい、僕はこれこれこういうことが大変で辛くて困ってます、助けてくださいっていう風に言えるかどうかって、うん、学生時代もそうだし社会人でもめちゃくちゃ大事なんですよ。それを言わずに我慢する人が多くて、でそれで結果的に周りの人にも迷惑かけてしまうってことがやっぱあるんですよ。はい、で困ってるから助けてほしいっていうのは今から癖として言った方がいい。友達とか後輩とかにも、うん、イエスをいろんな人に見せたいんだけど、うん、意見がもっと欲しくて数が集まらなくて困ってるから、うん、頼む、助けてくれって言ったら必ず助けてくれるからっていうことをできるかどうかっていうのが、今後人生成功できるかどうかのかなりキーポイント。ちゃんと近しい友人にしか言えてないところあるので もっと大手を挙げて困ったっていう、困った助けてくださいっていうふうに言うべき。はい、わかりました。最後に感想をお願いします。まあ、ES の基礎的な言葉遣いだったり一文の長さっていうところから、その本質的な読み手の立場に立ったっていうところまでがっつり教えてもらったので、ちゃんとまた出直してまたボコボコにさんに戻ってこようと思います。はい、ありがとうございました。ということで、今動画を見てくれてる視聴者の方も、まあ、エピソードはあくまで手段なので、それを通して自分がどういう人だっていうことを伝えたいのかっていうのをまず明確にするっていうことと、完璧でなくてもいろんな人に見せていろんな視点をもらった上で改めてブラッシュアップしていくっていうのが大事だっていうことが学べたと思うので、ぜひ実践してみてください。ということで、最後に未来さんは SNS をちょっと声がしてる声しちゃえよ。先生です絶対見ちゃうじゃん。ということで、今日皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあな、じゃあな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。